は毎日僕は一つずつ短い短い物語君に読もうと思います。笑えば君の気持ちさえ晴れて病も消えてゆく。そうなったらいいなって僕は自分につぶやいた。先生たちは来年の桜を見るのは難しい。そんなに言うからこの僕は君に桜見せたくなりました。ドゥル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 。短い僕の物語、君は笑って聞いてくれた。気がつけば桜の季節さえどうに過ぎていきました。このまま君が何度でも桜が見れたらいいなって、先生たちも驚いて、笑顔は一番の薬だと。夏は木陰で読みました。秋はベンチで読みました。冬は粉雪眺めながら君の耳元で読みました。3度目の桜の季節に眠りました。最後の僕の物語、途中で目を閉じました。聞いてくれてありがとう、笑ってくれてありがとう、巡り合ってくれてありがとう、心から君にありがとう、心から君にありがとう。